聞いてる？落ち着いて、落ち着くのよ。いい子ね。ベスミエル、エニセイ、あなたなの？どこにいるの？どこか痛みますか？少し焦りすぎてしまって、もし追いつかれたら。私は平気よ。それより水から離してます。早く私の背中に乗ってください。まさかあなたも縞模様の馬に？それにこの水、あなたのアルカナム？縞模様の馬ではなく、6色です。一見どちらもアルカナアニマルに見えますが、実際は、あ、今話してるのは私のアルカナムです。私は水の反射を通して声を発することができます。トゥーラの沼地でお見せしましたよね。覚えてますか？ええ。ところで6色って何なの？もしかしてあの勝手があなたをこんな姿に。雨の音が大きすぎて、なんて言ってるのかよく聞こえません。早く乗ってください。彼らに追いつかれる前に離れないと。足音はまだ聞こえていないわ。手を貸してくれる？ありがとう。一体何があったの？事態がどんどん複雑になっている気がするわ。私たちが間違ってました。カッテンは私を救ってくれたんです。じゃあ誰があなたをそんな姿に？昨晩水を飲んでませんよね。あの後チーニャンと少し下でお話をしてたんです。その時彼女からもらった水をかなり飲んでしまって、勝手に曰くチーニャンの酒や水などの液体にはアルカナムが込められていると。なんてこと。その後私は上の階に上がりました。あなたは大変ぐっすり寝ておられましたが、私は全然眠れず再び下へ降りたのです。その途中で歌声が聞こえました。あれは今まで聞いたこともない歌です。歌詞も一切理解できませんでした。ただ不思議な旋律だったことだけは覚えてます。歌を歌ってたのは木の小人たちでした。彼らはとても小さく酒に溶けてくんです。
庭にいた馬もあの小人たちと共に歌ってました。その馬は赤いたてがみと尻尾を持ち、ちょうど今の私と同じ姿をしてました。あれは六色だったんです。あの模様は月光に照らされると銀色に光るんです。あなたたち二人で下の階にいた時は六色の姿は見えていなかったの？正直言ってはっきり見てなくて、部屋に戻るまでのチーニャンとの会話は楽しいものでした。それにとても和やかだったんです。だから。じゃあなぜミスターユリアンたちとは違うの？彼らの縞模様は光っていなかったんでしょ？確かに違います。理由についてはあくまで予測になるのですが。構わないわ。チーニャンが水を汲んだ場所は城内にある母なる川の支流の近くです。私たちが以前目にしたのはその下流で、渇水がその中に含まれるアルカナムを薄めたのでしょう。通常渇水は閉鎖的な集落のように外来者の痕跡を退けます。私ですら何度も拒絶されたことがあるくらいです。ミスターユリアンたちの異変はおそらく未熟なアルカナムによる事故ではないかと。それじゃ指導にいる他の縞模様の馬たちも、チーニャ本人も、自らが発したアルカナムの一部が川へ流れ込んだとは思ってもないのでしょう。そして私は彼女が直々に作ったものを飲んだ。そう、では合点の出現はどういうことなの？昨晩突然私に攻撃を仕掛けてきた小人たちを彼が倒してくれた後のことです。雨が止みました。ひとまず安全な場所へ移動しましょう。待って、なぜ勝手はあなただけを連れ去ったの？もしその場に私がいたら。知る限りでは彼はあの時私たちを助け出そうとしてました。それに彼は今負傷してます。それでも手を出さないのは何か訳があるんだと思うんです。もしそうなら彼を助けに行かないと。エニセイ、急に彼をそれほど信用するなんておかしいわ。今の状況から判断すると全員おかしい。カッテンもリセイもチーニャンもね。どうか私を信じてください。私も初めはそう思ってました。助けるふりをして私たちをもてあそぶつもりなんじゃないかと。でも違いました。彼は私を信じさせるためにあるアルカナムを用いたんです。なんというか私の骨を読む類のものだそうで。信じられますか？彼は骨から読んだ情報で私自身ですら知らなかったことを言い当てたんです。